ガード下からのベーシックスイングです。まずはこっち側に投げると思います。でこっちの手を取って、なんとか取って、こういうふうにしないといけない。一旦こう起き上がって、でパッと手を取って、体を回転させながら相手の足をすくって上に乗った後もしばらく足を取っておいて、相手の動きを制限するのがいいです。